ゆチャンネル。1週間お疲れ。まああれか、カレンダー通りの勤務の人は明日も祝日かよって感じやな。わしも休みが欲しいの、もっとない。なの、ほんと楽して楽して稼ぎたいが、まあ世の中そんな甘くないけどな。まあ、いや今年は結構大物が亡くなることが多い。災害も多いし、2018年はなんかやっぱ慌ただしいわ。まあ来年はまた年号が変わるけな。平成の次は何なんかの、でももう和合とかいらんよな。書類とかめんどくさいし、西暦だけでええよ。わしも天皇になったらあれかの、年号になるんか、ならんゆっか。はあ、まああれよ、バナナマン日村といい、山本圭一といい、なんか陰行で大事となっとるが、山本圭一はかなり前か、バナナマン日村も16年前のことを掘り出されて、そんなことしよったら芸能人なんかいくらでもあるやろ、悪いことしとんの。まあ確かに悪いことはしちゃいけんが、まあ、そんないちいち騒がんでもいいんじゃない。こうバナナマン日村が取り上げられたけ、あれやろうな、他のやつも結構ヒヤヒヤしとんじゃないか。まあ週刊誌的にはなんかネタが欲しかったんやろうが、またなんかどんどん被害者出てきそうやな。被害者というか、まあその過去の悪いこと掘り返されるやつが、まあどんどん出てきそうやな。そんなこと言ったらなんか結構ダウンタウンとか、まあ、島の真実が消えたか、まあ、結構大物あたりは結構若い頃めちゃくちゃしよったじゃろうけ、いくらでも回りそうやな。まあ誰でもというか、芸能人なんかあるやろ、そこそこ売り取ったらいろんなやつが寄ってくるやろうし、たまたま今回は日村だったが、やっぱ他のやつも結構やべえやべえってなっとるんじゃないかな。まあええわ、まあはよ、来年何が起こるんかな。今年もまだ3ヶ月以上あるけ、まあ、なんかいろいろあるんだろうな。災害が多いのが怖いよな。たまたま自分が住んだとこはあまり影響がないが、まあいつ来るか分からんけど、実際ちょっとちっちゃい地震来たし、この前ほんまどうなるか分からん。オリンピックまでに何か起こるか分からん。
オリンピックの後もじゃ。なんか最近えらい災害が多いけ、ほんま心配になるわ。まあみんなもまあ残り3ヶ月だから2018年無事に過ごしてくれや。気に入ったらチャンネル登録してくれや。まあチャンネル登録しとる人もしてない人も見に来てくれや。